な方たちが来るのかしらね。私楽しみ。若い女性ばかり、珍しいわね。きっと皆さんこれからのランドセル経済を担う商人の卵なのですわ。運命、それは乙女たちが夢見る最高の出会い。今宵新たな愛を育む皆様を私ローズメンが手助けいたします。それではご紹介しましょう。彼らこそ未来のプリンスオブペガサスだ。どうもどうも、皆さんとクリスマスの恋をおクリスマスなんちゃって。参加番号1番、うっちゃんって呼んでください。あの秋野さん、これ本当に商談なのかしら。これじゃあまるで、まさかそんなわけありませんか。きっと昨今は商談の自己紹介一つとっても演出が鍵なのですわ。印象的な自己アピールによって。では2人目のプリンスを紹介しましょう。やれやれ、なんだかここは寒いな。ああ、きっと僕は一人なんだって気づいちゃったからだ。でも心配ないよね。だって今夜は君が温めてくれるから。どうしよう、帰りたい。あの秋野さん、紹介の途中で席を外すなんて失礼かもしれないけど、さすがに今回は。とりあえず最後まで見ていきませんこと。もしかしたら光る原石が転がっているかもしれませんし。はあ、わかったわ。この中に前世からの恋人がいるって言われたんです。ドクロの占いで魔法少女セリーちゃんみたいな子と出会いたくて。さあ、楽しい時間もあっという間。惜しくも次の紹介で50人目となります。で、秋野さん、光る原石は見つかりました？あの秋野さんがここまで。それでは最後のプリンスをご紹介しましょう。愛のバラは暴力の前に枯れてしまいました。しかし心配はいりません。愛は不滅なのですから。ご覧いただきましょう、心優しきシンデレラボーイによる聖夜のショーを。これは魔法のバラね。クリスマスじゃなくてローズクリスマスだにゃ。今日はたくさんお小遣いも稼げたし、悪者もやっつけられたし。
みんなとクリスマスを過ごせてすっごくハッピー。今夜はたくさん飲もうよ。しょうがないわね、ゆかりさんは。今日くらい付き合ってあげるにゃ。それじゃあ本日の私たちの大健闘と友情を祝して乾杯。確かにこれはお約束ね。それもとびっきりのですわ。うん、ねえ、アキナさん、何ですの？私、もうちょっと頑張ってみようと思うの。まっすぐ自分の思いを伝える素直なアキナさんみたいにね。それなら私も一層励まないといけませんわね。信じた相手を信じ抜く、そんな強さを持ったサレンさんみたいにですわ。